はい、α7R5 のフリッカーレス設定についてちょっとご案内したいと思います。フリッカー、この場合は動画でちょっと試しますが、こうやってですね、シャッタースピードを遅くするとフリッカー消えるんですが、速いシャッタースピードにするとこうやってフリッカーが出てきますね。これをですね、消す高周波シャッター機能というのがあって、それを使って従来、こういうフリッカーをなくして撮影することができました。フリッカーレス設定から小分解シャッター、これをイリにします。そうすると、シャッタースピードがですね、321.4 とか、ものすごい細かい設定ができるようになりました。320とか200とか、整数倍のものではなくて、こういう細かいシャッタースピードの設定ができることによって、フリッカーの出ないところをこうやって手動で探していきます。だいたい消えてきましたがね、110で、でもまだちょっとチラチラ出てますね、107、108。まあだいたいこれぐらいだったらフリッカー目立たないで撮れるかなというところなんですけども、α7R5 にはですね、このフリッカーレス設定の中に、フリッカーレススキャンという機能がつきました。これは、機能をオンにすると、もうあっという間にやっちゃいましたけど、フリッカーが出ない周波数というのを自動でこうやって見つけてくれます。99.8。これで、フリッカーが出なくなるようですね。この決定ボタンの長押しで、キャンセルすることもできると。これ、今動画でやってるのですが、静止画の場合もこういうの出ます。プロジェクターとかの絵を撮った時に帯状にですね、黒い影が出たりするのが、写真の場合、静止画の場合のフリッカーになるんですが、それも、このフリッカーレススキャンで、直せるようです。ちょっと手元に今、プロジェクターがないので試せないんですけどもね。α7R5 のこれは新機能になります。